はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プロジェクトクロスゾーン2、では続きをやっていきたいと思います。少しですね、メンツも増えてきたんで、ちょっといろいろカスタマイズをいじりました。で、技強化ですね。で、 CP を使って、スパロボの改造みたいな感じでできるんですけど、みんな1段階ずつ改造しました。で、多分ね、こういうゲームはまんべんなく改造するよりも一つのものを特化して改造して威力を上げてった方が進みやすいと思うんですけど、ちょっとなんとなくまんべんなくやってみました。なんで CP は少し余らせてありますね。各キャラ1段階ずつ鍛えてあります。で、あとメンバーも少し変えたのかな。レオンは単独ユニットなんでクリスとジルのチームに入れました。じゃあ次進んでいきましょう。第10話か。ここは？揺らぎとやらは抜けたのか？ああ、もう抜けてる。だが、ここはどこだ？研究所っぽい感じは変わらないけど。皆さん、なんか揺れてる気がしませんか？そうね、微妙に建物自体が揺れてるかしら。さすが主らにはわかるようじゃのう。じゃが、最近のわしにはわからぬぞ、その揺れが。どこで揺れを感知してるのよ。でも、船に乗ってるような感じはするかも。クリス、この場所って。ああ、忘れはしない。ここは船の中だ。どうしてわかるのでしょうか？自信満々のクリスさんの真意とは。簡単さ、この船の名は、クイーン・ゼノビア。古代、パルミラの王女の名を持つ客船だ。ゼノビア？おい、待てよ。8年前にティ・アビスの実験場になった船だぞ。レオンさんから見て8年前ってことは、戻ってこれたってことか？オーマはここからタイムスリップしたようじゃの。うまく逆走できたようじゃ。でも喜んでばかりもいられないわ。ここはトールオークス教会と同じよ。ん？どういうことだよ。ゼノビア号は沈没したのよ。以前の任務の時に。当時のレポートは俺も読んだ。ゼノビアは姉妹船も含め沈没している。じゃあこの船は沈む前の時間に来ちゃったのかな。もしくはさっきの教会と同じようになくなったはずなのに再生した。これで繋がったな、オーマとシャドルの関係が。シャドル？なんだっけこいつの名前がいつもわかんない。トーマとかオーマとかさ、なんとかマっていうのがさ、多すぎてさ、こいつの名前はね、すぐ忘れるんだよね。ちょっと待ってね、思い出す。なんだっけな。結構ね、毎回ね、調べてるんですよ。クロスペディア見て。でもね、すぐ忘れちゃうな。そのオーマが出てくると、すぐ忘れるね、こいつ。いいや。どうしてその名前が出てくるの？シャドルの足取りを追っていた忍び機関は、ある情報を掴んでいた。兵器開発部門であった SIN から、極秘裏に回収されたサイボーグ兵器、そして、ウイルスを利用したバイオ兵器がある船に積まれて出航したということだ。クイーン・ゼノビアの沈没は、あくまで記録上のものだと思っていたが、いや、巨大 BOW と共に沈んだ。俺とジルは肉眼で確認している。ならば、ここはシャドルの腹の中ということか。可能性は高いだろう。オーマと結託し何かを企んでいるのかもしれん。これは逆にチャンスかもしれないわ。シャドルは例の鎖にも関係している。ここを激しく調べればわかるかもしれません。コスモスさん、センサーはいかがでしょうか？詳細不明のエネルギー反応を感知。船外だと思われます。この反応、金の鎖じゃないか。 X さん、どうしてわかるんですか？俺たちイレギュラーハンターは突然現れた金の鎖を調べていたんだ。その時のエネルギー反応はヘッドパーツに記録している。そいつと一致したか。船外ということは囲まれているのか。出てみるしかなさそうだね。この船がどこに向かっているかも調べたいが。二手に分かれよう。看板と操舵室の方に分かれるんだ。わしら神羅と忍び機関は看板じゃ。クリス、行き方を教えてくれんかの。わかった。俺たちは中央ホールを抜けて操舵室へ向かおう。レイジ君、私は操舵室に行くわね。とりあえず最悪の場合、先行を止められるように。よろしく頼む博士。よし、二面作戦だ。みんな油断するなよ。二手に分かれるって本当に二手に分かれるの？出られたぞ。ここが交番だな。船外の鎖の反応とはこういうことか。船は止まっているのか。ああ、鎖に止められているのか。鎖
鎖が目的で止まっているのかは知らんが、だからといって飛び込むわけにもいかんしの。私は金の鎖を見るのは初めてだ。キャプテンゴーグルで分析してみたいが、これは独自に調査するしかないの。手触りとか匂いとか味とか、随分アナログな分析だな。コスモスや X たちをこちらに回すべきだったか。仕方ないわ、呼びに行った方がいいんじゃない。骨折り損か、だるいわ。夏、そうでもないようだぞ。おお、ハンター BOW、 こいつはハンタータイプか。この船がシャドルの兵器工場というのは本当らしいね。こんな奴らを中に入れるわけにはいかない。ここで食い止めよう。ん、とりあえず半分のメンツで戦うのか。ちょっと見てみよう。てか、こいつは外れてるし、普通に。心配するな。まあ、適当に入れるか。マジだるいんだ。せっかくユニット配置したのに。勝手に変えないでもらいたいものだ。では、各砲座、各個に敵を撃破しろ。容赦はしねえ。まず、これを取る。一人で大丈夫でしょう、ハンターくらい。お出ましか。ヤクザさん。重ね当て、立ち休み、聖剣。この技で決着だ。おやじ、俺は。素手でハンターと渡り歩く。これぞ。ヤクザの道だ。これは、あ、宝？じゃあ取りにストライダーヒルで行こう。機動力が高いから。正義を見せよう。レッツプレイ。もう逃げられないのよ。私に任しときなって。まずこれ。どっちで？よっしゃ！逃げなさい。敵の逆を取って。よっしゃ！こっからはマジで行くよ。はい、終わりです。あ、大丈夫か。攻撃できないかと思った。よし、8レベル、ようやく。何が出てくる今度は。おお、トンプルじゃないか。貴様どうしてここにいる。あの女、はぐれ者たちの島で戦った未来世界の格闘家か。ああ、アティ姉さんと会った。召喚獣の門があるあそこね。致命傷だと思ったが、よく生きていたな。ある男に助けられた。借りは返さねばならん。ある男？誰のことを言っているのだ。ビルシュタインではないだろうな。ビルシュタイン？なんか強そうな名前だけど、どなた？エドワード・ビルシュタイン。その亡霊がうろついているという話を聞いた。プラズマパワーによる世界支配を企んだ第四帝国、その皇帝さ。だが、かつての戦いで帝国は滅亡したはずだ。亡霊というのも噂だろう。トンプーが連れているロボットは第四帝国で使われていたものだ。どう説明する。滅亡した国の兵器を使っているのか。グランドマスターの残党である彼女が第四帝国の兵器をか。嫌な予感がするね。ここにいるということは、あの女を助けたのは俺たちの時代のやつか。答える必要はない。黒金、お前も来い。黒羽金。ああ、こいつか。黒い忍者。それに、ジェノサイドの犯罪超人、ズイか。あの忍者も、はぐれ者たちの島に来たやつよね。一緒に連れてこられたのかしら。あの時、式神を連れていたサイボーグ忍者か。黒鋼と言ったか。似ている。我らおぼろの忍びに。どうやってこの船に乗り込んだかは知らんが、嗅ぎ回れるのも厄介だ。ここで消えてもらうぞ、ストライダー。そしてその取り巻きども。貴様にはいろいろと喋ってもらおう、トンプー。口が聞ける程度には生かしておいてやる。抜かせ。これ、どっちが悪役なのよ。いや、そんくらいやらないと舐められるからの。ほな、始めようか。敵がめっちゃ増えたな。そうか、これはあれだ、ブロックがないから。これでこいつらがどんどん経験値を稼いでくれれば、少しは
追いついてくれるだろう。せめてレベル9にはしときたいな。命の奪い。アイバッドマスター。空気読まずにやっちゃうからね。これ。そして、はい、そこ。ドターン。アイバッドマスター。愚か者が。これで決めるよ。そのまま朽ち果て。あんまり経験値手に入んねえな。弱いからか、ハンターそのものが。まあ、ストライダーが行くのはちょっと後になりそうだけど。ああ見つけた。天狗のうちはよし。ほれほれ。よし、こいつとちょっと足並みを揃えるか。ハンターがどっちに来るか。こっちに来るか。何を基準に狙ってんだろうな。結果は頂上の。ホツマ。そう、ホツマだ、やつの名は。すげえ今更だけど。おお、ベガ様だ。ほうほう、外が騒がしいと思って来てみれば、まさかこの船まで嗅ぎつけたか、死んだよ。トンプ、苦戦しているようではないか。何をしに来た。これ以上の借りは作らんぞ、ベガ。貴様にはまだ利用価値がある。そこのサイボーグも含めてな。シャドルのベガ。なるほど、あの女を助けたのは、やつか。サイコパワーを使えば、異世界を行き来できるか。厄介な相手だ、シャドルのベガ。ベガ、お前がバイオ兵器や未来の技術を手にしようとしているのは分かっている。渋谷から始まった追いかけっこもここが終点じゃ。ネズミどもが偶然たどり着いただけでいい気になるな。ここがどのような場所か分かっているのか。全然分からん。兵隊などいくらでもいる。タナトスウイルスを使った POW か。カムロ町を襲ったこいつら、やっぱりここが出どころかいな。ベガ、てめえのやったことを落とし前つけさせてもらうぞ。ほう、なかなかの木を持っているではないか。改造すれば十分使い道がある。こいつのようにな。誰これ。なんやこら、決体のやつが出てきよったで。うわ、マジ銀でできてんの。流れ星っちゅう感じじゃか。こやつはサイボーグじゃ。前の任務でやり合ったことがあってな。あ、そうなんだ。そういや、いたわね。名前は確か、その名はデュラル。誰だ。あそこだ、誰かが登ってくる。お、これは影丸。シャドルのベガ、そのデュラルについて聞きたいことがある。なんだ貴様は。葉隠れの影丸と覚えておけ。あれ、影丸なんでこんなところに。夏飛竜や。飛竜やなんだっけ。漢字系の人たちが すぐ忘れる。ヒメカじゃなくて、ヒノカと共に元の時代に戻ったのではなかったのか。ヒノカは元の時代に戻れたようだが、飛竜と夏は事情があって、堂々している。影丸、お前はどうやってここへ。確かに、どっから来たんだ、こいつら。あんたの情報に従って、クイーンゼノビアをボートで追いかけたんだよ。格闘家の、ユーキアキラも一緒か。この海を渡ってきたのか。オンボロのボートじゃなかなか追いつけなくてな。金の鎖のところに泊まってくれて助かった。まったくさすがに疲れたぜ。もしかして手漕ぎのボートで。ああ、いい鍛錬になった。この兄ちゃんアホやろ。仕方ないだろ、影丸はへさきで腕組んだまま何もしないってな。それは忍者にとって正しい船の乗り方じゃ。忍者 in USA っちゅう感じでの。それにしても人が悪いぜ。ポツマ、あんたらも来るなら声くらいかけてくれよ。俺たちがここにいるのは成り行きだ。だが目的は同じになりそうだな。さよう、ベガ、デュラルについてどこまで知っているか話してもらおう。ザコどもが集まったところで何も変わらぬわ。船内に入り込んだネズミともども海のもクズになるがいい。そう簡単にはいかないぜ、ベガ。宝鏡を返してもらう。あの時の構造か。
古ぼけた鏡一つのためにご苦労なことだ。それはこちらのセリフだ。多くの兵器を集めながらなぜそんなものを。顔に似合わず美術品にでも興味があるのかね。物の価値のわからぬ愚か者どもが、この鏡に秘められた力、いや力を増幅する能力こそ新たなるサイコドライブに必要なものよ。サイコドライブだと。その言葉しかと聞いたぞ。ぬう、どこからだ。上か。空を見るんじゃ。鳥じゃ、飛行機じゃ。いや、あれは飛行船だ。またわけのわかんねえのが出てきたな。ふう、もうめちゃくちゃね。ちょっと面白いけど。声はあの飛行船のスピーカーからか。ん？あの飛行船確か。これはなんとも陰気な船じゃの。飛び降りてきただと。だが見事な身のこなしなり。何から突っ込めばいいのよこれ。なんだ貴様は。ん？この力。軍服マントのひねくれ顔、空挺に間違いはないな。ベガとやら直ちに組織を解体し、サイコパワーとやらを封じよ。その上であれを返すがよ。勝手に使うのは泥棒じゃぞ。短歌やな。せやけど誰や。イングリッド。あなたイングリッドじゃない。お、モリガンではないか。相変わらず出しまくりじゃな。おい、この怪しい娘と知り合いなのか。魔界でもよく見かける女、正体は知らん。女の正体を暴こうなどと紳士のすることではないからの。まあ、ある使命のためにあちこち渡り歩いておるとだけ言っとくかの。詳しくは知らぬが仏じゃ。ほっとけんと言うてな。なんちゅうストレートな親父ギャグじゃ。クラクラする。む、お主は確か日本の特務機関シンラのエージェントじゃな。なぜそれを。そもそも主はなんじゃ。このままじゃとお互い大消滅するじゃろうが。しないだろ、かぶってるだけだ。こんなアホポンのちびぎつねとわしがかぶっておる。バカバカしい。わしの方が一年早い。かぶってるだけならまだしも、それを口にしたら戦争じゃろうが。モリガンたちの言葉を聞くに味方だろう。今はベガを何とかするのが先だ。お主は法を携えし者、葉月涼か。若いのになかなかしっかりしておる。俺のことも知ってるのか。法王なんだって。やかましいネズミども、いい加減にしろ。イングリッドと言ったな。貴様その紋章、サイコドライブとゆかりのあるものか。お主にあれを使いこなす力はない。怪我をせぬうちに返すのじゃ。ふふふ、貴様が誰でも構わん。このベガに立てつくものは消す。来るか、イングリッド。後で説明をしてもらうぞ。よかろう、乙女の秘密以外ならば教えて死んぜようぞ。コードホルダー。え、結局こっちの戦力はこれだけ。だいたいさ、途中から来るやつって孤立してんだよね。まず、あれ？イングリッドいない。ここに合流してんのかな？合流してんな。こいつを倒そう。イバオくん。硬そう。まずはブロックを打ち消す。お、こいつらすでにレベル10だ。この球体なんだ。結構回復しそうな感じはするけど。少し痛い目にあってもらうぜ。ブロックはないな。弱い。葉月流の名を汚すわけにはいかない。こいつは雑魚狩りをするか。ストライダー飛竜は
ちょっとやっぱ前線に出したいから、ここにいよう。で、これでいいかな。ちょっと待とう、ここで。ヒットポイントは一丁前にあるな。溜まってる時に使う。やっぱり弱いな。一つが多いのかな、その分。そんな感じもしないけどな。だったらストライダーヒリエの必殺技もだいぶ多段ヒットするからな。反撃不能。うわ、毒になった。切り返すぞ。うまく飛び込めればいいが。当たってるか。結局はこいつに頼るわけだ。ロケラン。梅雨と消えるがいい。ポン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 飛ぶやつはちょっとね、攻撃しづらいんだよね。まず毒を直そう。で、ストライダー飛竜、こいつを倒す。仕掛ける。勝利。ほら。ほら。手を貸してやろう。勝利だ。ロック解除。あとは当てるだけだ。発射。いやーマジこいつは強えわ。岩尾くん一回で倒せっかな。始めるよ。なっちゃん。オーラ。風魔衆夏マイル。オーラ。仕掛けるぞ。まずこれ。ヒー。消えちゃうな。消えられはしない。真っ先に勝利。これぞ風魔の奥義。荒はばき。デモクレイドル。あーダメだ、必殺技使おう。夜の闇に消えろ。そこまで。もう一匹倒せば9レベルに上がるかな。行くぞ。今回は元気。一気に行かせてもらう。死角から入り込む。チラッと攻撃した。最大出力で決着をつける。キャプテンコルド、ミッションコンプリート。よし、気絶してるからこいつをモリガン部隊で倒そう。で、こいつはこの雑魚敵を相手してると。俺の手で切り開く。邪魔だ。この倒しさばき弱い。この飛んでるやつは超弱いな。こいつで決める。やれやれ。どうぞ、ちょっと合流しに行こう。あ、XP の回復か。ちょっともったいなかったな。後で取ればよかったな。下に移動するのを待って下で迎撃しよう。おー、来た来た来た。で、こいつはこいつを倒そう。よし。カオスフレア。切り刻む。我がしもべたちよ。切り刻む。終わりだ。シャドウフレイ。地獄へ行け。終わった。よーし、9レベル。泣けるぜ。こいつらは射程に。ちょっと射程もね、把握しとかないと。やっぱり飛んでるやつは弱いな。全然経験値がいいんだよな。ハエ男。もう名前からして雑魚そうだもんな。おお、来るか。ヴィクター防御と。
このままじゃやられ損だぜ。後ろだ。援護は俺がやる。さから逃がさん。そこだ。はいだ。さん。そこだ。いい位置だ。蹴り抜く。焼き尽くせ。結局はこいつに頼るわけか。発射。終わりだ。技を倒さないと一発で倒せないな。ラグナフ超強いよこれマジで。許せ。でこっからさらにストライダーヒリューが切り刻むんでしょ。いやーマジ強いわこれ。この調子で最後まで21000で21000。行くぞ。あれあとなんか宝箱的なものってあんのかな。インサボだよ。ハリウッド聞こえろ。あそうかこれが。痛い忍者くん。宝箱的なこの箱は別に関係ないよね。ってことはこの箱も関係ない。一応ちょっと見とこう。大丈夫そうだな。よし。あれ気絶してる。ちょっと待って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 。気絶を回復。勝負だ。まずちょっと XP を100まで貯めたいからな。攻撃不可能か。ストライダーヒリューでこいつをぶっ倒したいから1万5000か。総攻撃を開始しよう。ハマれば倒せそうだな。この私を侮るな悪党。キャプテンコルド聖に呼ばれる。まだまだ知らぬいの方。よし悪党にも意地があるようだね。これでおーい気絶したよ。めっちゃ気絶すんな。これでぶっ倒す。仕掛ける。任せろ。届かせる。援護は俺がやる。さから ロケットなんて当たればなんかマジ超強そうなんだけどな。いやー強えマジ強え。許せ。俺の手でメイドに送ってやる。倒した。92ヒットと11レベル。やばい突出してる。悪磁気む悪磁気が欲しいのか。あ爆発した。死んだってこと。あらどうしたのヒデマホーマなんだっけ。忘れた。いやなんでもない。今悪磁気とこのサイボーグはどこから来たんだ。何もわからないままか。それがあだにならなければいいが。ホツマ。ちょっと待って最後にアイテムを使おう。アップルグミ。備えるべし。用心すべし。こいつな。オッケー。完全にシカトしてきたな。あ、これがハズキ流だ。いや邪魔だ。おっきめや。レシオル。しっ、もらう。このドスさばき。ハズキ流の奥義。いや邪魔だ。おっきめや。いや。お前、あなた。目標確認。おお、普通に喋ってる。反撃で倒。キャプテンコマンド。反撃で倒せればだいぶ違うなやっぱり。ご主人様。あ、経験値表示されるのはいくつ手に入れたか。反撃不能か。しょうがない。岩尾くんが来た。
まだこいつら動かないのは助かるな。一気にみんな動いてくるとマジ困るからな。正々堂々と勝負だ。受けられるか。火炎封じ。取れ。火。水月突き。火炎封じ。俺は前に進むんだ。よっしゃ。よっしゃ。倒してね。よし。岩尾くん。ここから行けば援護が入るな。技名を叫ぶ。シャーム。はしゃぐなよ。オッケー。ゴールド。ゴールド。チャンス。そうだ、チャンス。あれ、こっち出てきてないと思ったら、あ、間違えてあれを使ってしまった。なんとかキャンセル、もったいなかったな。20年早いんだよ。射程は2あるから、なるべく援護に入りつつ行きたいけどな。了解、ミッション開始だ。特別に付き合ってみよう。一斉射撃だ。ミッション。悪は滅びる、それが世の常だ。正義は勝つ。勝利だ。結果は頂上の至り。経験値入ってなくね、これ。あんまり弱すぎるやつ倒しても経験値は入んないのかな。ここは私にお任せしよう。まずこれ。そしてグラーク消えちゃいない。ヨーマ大三勝利。私のイケてる大技。よし、我に従え。やはりこいつ攻撃力が弱いな。なんかいい武器買ってあげようかな。気絶した気がする。時代の岩尾君、見とれちゃダメ。遠距離から詰めていくぞ。あれと一緒だ。あれと一緒だ。まだ一緒だ。いや、圧倒的に違うな。あとは当てるだけだ。終わったな。大丈夫か。お、まだこっちから行かない限りは奴らは来ないかな。容赦はしねえ。ま、適当に。この場は力貸すぜ。私に任しときなって。まずこれ。はい、そこ。そこな。ヒール。ゴールで飾り。大使。終わった。次。よし、これで。どうしよう、ベガとこいつがくっついてるな。ちょっともう一ターン待ってみよう。誰か来い。来た。超移動力ある。EP150 だから完全防御しよう。貴様の最後だ。絶望に身をよじるがいい。サイコクラッシャーはないんだね。防御だな。よし、こっから総攻撃。頭を潰すのかな。上等手段だけど、 V デュラルのヒットポイントが低いから、こいつから狙っていこう。で、ブロックもあるし。その隙逃しはしない。熱々じゃん。よし、逃げられはしない。に代わってお仕置きじゃん。てか、これ何キャラ。螺旋マーター。そういう必中螺旋。これで勝負をかける。おお、バーチャファイターのリングの上になった。あ、結構強いな。1回の時500ちょい当たる。我闇より来たりて雷流飛翔客。よし、リングアウト。この辺りで勘弁してやる。いてー。と、うちのスーパーエースを使うか。俺の武道受けてみろ。俺が行く。道を開けてくれ。線が通った。こいつでゲージを貯めつつ、結局はこいつに頼るわけか。ファイヤー甘い。終わりだ。深く長津940。
今こそ勝機冒険クリア。キャプテンコマンド剣山正義の炎だ。アレスの翼よ、セラハサイバーブレイド受けてみろ。正義の雷を受けろ、キャプテンコレド。任務完了。超えろ。おい、よし。まだまだ。少しずつ少しずつ分かってきたな。で、あとはこれでお前の目的は果たせたのか、影丸。いいな、今のデュラルは V デュラル。デュラルのまがいものに過ぎぬ。シャドルを追い詰めれば必ずたどり着くはず。本物のデュラル。本物？どういう意味だ。トンプの方がヒットポイントは低いな、2万だから。めんどくさ。先にこいつを始末するか。そう、抜刀流の奥義。転がり、ロッセイ。ゲンマラフィス。ミクレイドル。ヨーマ、解散。私のイケてる大技。ああ。地獄の雲かよ。デモンクレイドル。ゲンマラフィス。これね、下にねポーンって跳ねちゃうとダメなんだよね。跳ねる直前に攻撃をする。まあそれもね、なかなか手を貸してやろう。難しいんだけど。これが葉月流だ。虎に飲ませろ。先生、切り抜け。邪魔やりすぎだ。えっと、このドスさばき、どうだ。ここだ。早かったかな。へし折る。あがん、やって。もう敵 100% 溜まってんな。使ってくるか。完全防御しよう。うんうん、無駄なんだよ。プラズマ蹴り。地獄へ落とす。ただ死ぬがいい。死ぬがいい。おお。こっちも 100% 溜まってるから16000。10レベル。ちょっとこっち一回ぶん殴るか。目障りなのだよ、楽しむとし。うん、独自の芝がたぎる。何じゃせよ、鉄山鋼。よし、独自の牙、見るか。鉄山鋼。よし、独自の牙、見るか。9600。技を使えば、こいつも10レベル。こいつは9レベルなんだよね、そう。ただ攻撃力がなんか弱いからな。4080を減らせられるからな。お、300になってる。こいつはそもそも防御力が弱いのか。これは絶対倒した。473の経験値を手に入れた。よーし、10レベル。ミッドナイトフェスティバル。ここまでの戦力を。トンプ、第四帝国との関係を話してもらおうか。私も興味があるね。今我々の時代に何が起きているのか。あのお方を必ずや。何？それまでは死ねぬ。情報が足りないな。奴らが何を軸にして動こうとしているのか。軸か。あとはベガ、お前を倒すだけだ。を滅ぼす、それが使命だ。仕掛けるぞ。正義の炎だ。ミサイル発射。気絶するかな、ベガ。ちょっと今回は決めるぞ。最後は私だ、キャプテン。気絶技でいこう。ここだ。いいね、気絶した。技使っちゃおう。150あるし。ゴッドハンドスマッシュ。ご主人様、すげえ強えな。まあ、クリティカルが出てるからっていうのもあるけど。成敗。私もまだ。
で、あとは攻撃を仕掛けて、覚悟はできてるさ。ゲージを上げよう。決め抜け。聖剣。リモン長寿。万年生。俺は前に進むんだ。そんな。さ、気絶が解けた。殴りすぎたか。おお、崩しになった。崩しってなんだっけ。問題ない。で、ストライダー飛竜で攻撃を仕掛ける。兄さん。ここは俺たちマインスロア発射バカだ行け逃がせ射線がどんどん逃がせ逃げく勝利だ結局はこいつに頼るわけだ暗い終わりだ行け押し逃が逃が逃げ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 使おうラグナロク逃さん滅びよ狩られるのは貴様だ これは最後誰で倒すか。防御でいいし別に。まあちょっと出遅れるからこいつで倒すか。俺たちに任せておけばいい。私が手伝ってあげる。風車。どっち？あれ牛。ローマ。解散。地球王大使。はい終わり。剣丸。ゾンビ。デモンクレイド。なんだぞ。なんだぞ。あんまり強くなかったな。ぬう小賢しい真似を。ベガ、宝鏡を返せ。愚かな小僧よ、持ち歩いているとでも思ったか。何？つまり、サイコなんとかはここにはないということじゃな。わしのあれも同様ということか。とっ捕まえてその居場所を聞き出そうかの。ついでに、菅研に突き出してくれよ、にほほ。菅研？警察のことじゃ。これまた随分懐かしい言い回しやの。まあいい。奴らの作業もじきに終わる。そうなればもうこの船に用はない。なんや、この船はシャドルの兵器工場じゃないんかい。言ったはずだ。このベガに立てつく者は消すとな。どういうことだ。 BOW の研究施設であるこの船を捨てた。サイコドライブ、それがあればここはいらないということか。とりあえずなんか鎖がある、すでに破壊された施設を復元させてなんかしてるっていう感じですね。なるほど、大変じゃのう。日本の特務機関も世界が混ざり合うという現象、初めてのことじゃない。問題はそこによからぬことを考える連中が絡むっちゅうことじゃ。この世界での筆頭があのベガ、そしてオーマの連中だ。イングリッド、周りにある金の鎖について何か知らない？魔界にも出たんだけど。それについては調査中じゃ。オーマに関係あることくらいしかわからん。本当に知らんのか。貴様は信用ならん。ちょっと待って、なんか嫌な感じがする。ニュータイプか、俺は。お、鎖が崩れた。金の鎖が消えた？ベガが去り際に言っていたな。奴らの作業も終わると。海底で何か行われていたということらしいね。シャドルのドアほども着々と怪しげなことを進めとるやの。影丸、お前はベガが使ったサイボーグ、デュラルを追っているんだよな。奴が使っているのは V デュラル。我が目的は真のデュラルなり。わしもある仕事でシャドルを追っておる。それ以上は話せぬがの。サイコドライブだったか、どのようなものなんだ。現物は見ておらぬが、あやつのサイコパワーを増幅するものじゃ。そこにあるものが使われておる。わしの大切なものじゃ。奪われた鳳凰鏡もそこに。間違いない、使われておろう。もう一枚同じような鏡があるじゃろ。それも一緒に奪われていたとしたら、ベガはかなり厄介な存在になっていたところじゃ。もう一つの鏡、竜鏡。どうしてあんたがそのことを。わしは何でも知っておるのじゃ。どうしてかは謎ということにしとこうかの。謎めきキャラ、そういうのもあるのか。く、わしもさらなる個性を獲得せねばやられる。これ以上の小細工はやめておけ、シャオメイ。イングリッド、俺たちはベガを追う。協力してもらえるか。ふむ、日本の特務機関にコマンドチームやストライダーズ、恩を売っておいて損はなかろう。
おっと忘れておった。やがては魔界の王になるであろう男にもな。ふふふ、分かっているではないかイングリッド。仕方あるまい、信じてやろう。単純すぎる。ちょろいもんやな。おっと、わしは堂島の竜や島野の狂犬にも敬意を払うぞ。俺たちのことまで調べているのか。全く食えない嬢ちゃんだ。のほほ、褒め言葉と受け取っておくぞ。ま、たかだか40そこそこの若さでわしを嬢ちゃん扱いするのは感心せんがの。そうじゃ、イングリッド。上にいる飛行船、あれは空中インじゃな。正面知ってんの？空中イン。うん、忘れておった。おい、みゆき、聞いとるか。なんか出てきた。毎度ありがとうございます。こいつも商売人か。すっかり忘れられてしまったかと思いました。もし本当に忘れていたら、ちょっとお店の裏に来ていただくところでした。こいつもワープできんのかよ。皆様、はじめまして。空中インでレジをしております。みゆきと申します。以後、お見知りおきを。何卒よろしくお願いします。元気ね。レジをしてるって、これ、お店なのかしら？そうです。お客様のためなら、たとえ火の中、水の中。飛行船だから、火も水もダメじゃないのか？はい、そうも考えられますね。商売人ちゅうのはこんなんばっかかいな。なんかこんな人いなかったっけ。いつの時代にもいるものだね。ただ死んだの二人は知っているようだが。ああ、俺たちが担当したわけじゃないが、少し前に事件があった。天才科学者トモリ博士が開発した原子変換装置が何者かに奪われた。原子を変換するだと？そう、あらゆる物質を別の物質に変えることができる。考えようによっては恐ろしい装置だ。それが悪の手に渡ったとしたら、ゾッとする話だね。だが、そのような装置が使われた話は聞かぬ。解決したということか？うん、トモリ博士が自ら取り戻したんじゃ。その時、博士に協力したのが、はい、私、みゆきなんです。今回はわしが手を借りたというわけじゃ。イングリッドさん、お題なんですけど。うん、ああ、わしは今持ち合わせがなくてな。まあ、ここはサービスということで。あ、わかった。シンラの者たちが何か買ってくれるそうじゃぞ。おい。毎度ありがとうございます。ご神器様入ります。やれやれ、たくましいな。いや、こんなところで装備が整えられるとはついている。見せてもらおうか。だが、ベカが言い残した、この船に用はないの意味、少し気になる。何をするにしても、急ごう。あとは内部に行ったやつらっすね。あいつらが何をしているのか。で、ちょっと、さっきのキャラがわからん。キャラクター辞典、イングリッド。あれ？ストリートファイター？いくつに出てんのこいつ。最近のキャラ？え？こんなやついたっけ？ちょっとストリートファイターね、4とかはさすがにわかんないんですけど、スト2関係はね、結構やったんで、最近のキャラっすね、多分。あとなんか出てきてたっけ？ホツマ。そう、ホツマ。火花か。こいつら、ルビが振ってあるだけあって、わかりづらい。ホツマと火花ね。で、こいつは、葉月亮。リン・シャオユー。絶対わからない。次、名前が出てきたら読めない。シャオムーはね、覚えた。シャオムーは結構覚えやすい。こいつは夏か。あ、そう、夏もそこそこ。夏ってさ、でもそもそも漢字で出てこないよね。なんかカタカナで毎回出てきてるの。みゆき。オーダイン。オーダインってなんだ？ダンバインなら知ってるけど、オーダインはわからない。あ、ファイアーエンブレムキャラはまだ出てきてないな。こいつら全体攻撃持ってたかな。よし。はい、というところで、じゃあ第10話はこれで終了したいと思います。